でもめっちゃかっこいいやん。めっちゃかっこいいですね。かっこいいですね。え、いいですね。いやもうモデルやん先週。ね、かっこいいっすわ。そしてリンタンも。リンタン、はい、なんで出ないの？なんでですか？ちょっとあれあらあらリンタンやった。その枠ではなかったかもしれない。なんで出てないの？いや僕はもう全種出てるから十分。なんで出してくれへんの？なんかめっちゃ欲しがってるじゃないですか。なんか見入ってしまいましたね。かっこよかったですね。ヒュンメルとウェイズのコンセプトショップ、うん、はい、2月の5日土曜日から2月の20日の日曜日まで、はい、マンボウ開ける日まで、はい、これ合わせたような感じ。アピタタウン金沢ベイ、はい、キレイポート、これどこになるんですかね。アピタタウンのどの場所になるか、結構広いじゃないですかね。行ってわからんかったら迷ってしまう。 C、うん、C、 C、 今 C 反対でしたよこれ。なんか、ね、C どこかわからないです、まあ、C、 C らしいです、はい、ぜひとも皆さんね2月の日楽しみやな、うん、楽しみ行きたいの。さあそしてね金曜日です、7時待っております、はい、今日も始めさせていただきますよ、ツエーゲンナウ。どうも大変マサイコです、よろしくお願いします。お願いします。さあそしてこちらは、はい、アンバサダーの辻尾真嗣です。今日もよろしくお願いします。さあさあそして、はい、北陸アイドル部のアクティブガールタツこと辰巳みくるです。よろしくお願いします。お願いします。なんかオープニングいいですよね。いいですね。いいですね。やっぱりこうなんか選手の、うん、やっぱこう強い限の選手っていうのかっこいい、うん、かっこいいですね、うん、雪でバーンと平松選手出た時に、はい、どこのモデルなのみたいな感じになるしね、はい、そりゃそうやな、いきなりバーンとこんなおっさん出たら嫌やろ。いやいや、そんなことないですよ。売れへんなるわ。そんなことない。おらおらおら、来た来た来た。何これ、レモン持ってほしいよ、レモンレモン持ってテレビジョンみたいになってほしいわ。うわー、すげえなー。なんかこう着てるものがやっぱりこうすごくね、うん、おしゃれな感じになるからまた売れるぞこれ。欲しくなっちゃいますね。僕も絶対行こう、はい、さあ皆さんもぜひともね足運んでいただきたいと思いますけども、はい、さあということで今先ほども言いましたけど、はい、ちょっとマンボウが出ちゃってなんか生活しにくい状況ですけど皆さん大丈夫ですか、うん、ね、あんまり下向いたらダメですよ、うん、あの過敏になりすぎんとね、うん、感染症対策して、はい、もう普通の生活をしていけばいいと思うんですよ、うん、そうですね。ただ僕今楽しんでます逆に。何してるんですか。あの、でも家に家族が多いと、はい、やっぱりなんかこう皆さんね、うん、家族内でなんかちょっともし万が一感染が出たなってなったら、うんうん、ちょっと10日間ぐらいちょっとこう自粛を今ね勧められてるじゃないですか、はい、でそうするとやっぱりちょっとねあの仕事を迷惑かけるっていうのもあるでしょ、うん、はい、だからね思ったんですよ、はい、僕キャンピングカー持ってるじゃないですか、はいはいはい、キャンピングカーあるでしょ、はい、キャンピングカーで災害の時活躍するもんなんですよ。あ、はい、そうですね。で今までねやっぱり東日本大震災であったりとか、はい、いろいろそういう風な被災地にキャンピングカー持っていってこれ使ってくださいってストレスも緩和されるわけじゃないですか。そうですね、いい使い方やなと思って。そうですね、ピンときて、はい、俺今それやと思ってじゃあキャンピングカー寝てるんですか。俺今そこにキャンピングカー来てる、うん、じゃあここでも寝れるんですね。ここで寝れんねん、もう今ここ酒出してくれたらここで寝れんのよ。いいっすね。そうそう、最高っすね。だから一人で、はい、ね、何があっても一人誰にちょっと迷惑かけたくないなっていう、はい、まあ、言うてもうちのチビもね、はい、まあ、一人前の おっちゃんにとることになりそうだってとこですから、はい、仕事止めるわけにもいかんから、はい、楽しい。あ、なるほど。めちゃくちゃ楽しい。ご飯はどうするんですか。え、ご飯、うん、その辺いっぱいコンビニあるじゃないですか。なるほど。ほんであて買ってさちょっと飲んで、いいいで そこら辺でしんどいなと思ったら寝て、うん、はい、で明日明後日があの石川県 の、はい、あの審判委員会のちょっとあのインストラクターのちょっと資格を取らなあかんということで、はいはいはい、あの本来やったら行かなあかんかったんやけど、はい、ちょっとリモートになったんですよ、はいはいはい、リモート持ってこいじゃないですか。また最高ですね。そうですね、ね、はい、いやもうだからあの皆さんねこういうちょっと嫌やなと思うのもね、うん、逆にとってね、うん、ちょっと楽しむのも、うん、そうですね、もういいかもわからないですね。めっちゃ楽しんでるもん。いやキャンピングカー羨ましいですね。羨ましい、羨ましいでしょ、はい、近所にテント張ろうかな。あのね、寒い寒いまださあということでね今日もね、はい、約30分の番組ですけども、うん、30分で終わった試しはございません、はい、1時間近く多分やると思いますけれども、はい、皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。お願いします。いきなりねこのなんか、うん、チャットっていうやつをね、はい、僕も知らんかって、はいはい、いきなり見てたら、はい、なんか辻尾さんが、はい、こんばんはって入ってましたここにおるのにこんばんはって入ったねっていうちょいちょいここでもコメントしてみようか、ね、うん、あ、いいですね、はい、
あ、まあ、あ、僕だけマスクをしてるっていうね、はい、一応あのちょっとこの距離がちょっとね、はい、あのお二人に迷惑をかけないということで先週に引き続きということで、はい、あんまり気にしないでください、はい、あのシワも目立つしねこの年になると結構いいかもわかんないですよそうですね、さあということですよ、はい、ね、はい、これなんか、うん、言わなあかんことあるんじゃないですか、はい、そうですね、うん、先ほどお伝えした2月5日土曜日からアフタタウン金沢ベイにて期間限定でオープンするヒュンメルとウェイズのコンセプトショップなんですけども、うん、なんと一度ご購入で5000円以上税込みですね、うん、の お買い上げの先着150名様限定にヒュンメルあったかマスクをプレゼントさせていただきます。5000円以上を買った先着150名様、うん、はい、そうなんですよ。ヒュンメル今出てますね、これいいじゃないですか、うん、わーめっちゃいい。これ保温と書いてあったかってのテストで書いたら絶対バッペキですからねこれこれは保温って書いてくださいよ、テストは。危ない危ない危ない、ね、そうですね、あったかマスクが、はい、いいじゃん、駐車場ももちろんたくさんありますし、はい、ね、今もう一回ちょっとマスク見たいな、うん、この色はグレーだけですよね、うん、色はダークフェザ ー, フェザー、サイズが M か L、うん、まあ、あのサイズは選ぶことができるんですけど、なくなり次第終了ということなんで皆さんね、はい、はい、2月の5日土曜日からですよ、はい、5000円以上お買い上げの方ちょっとプレミアムなこういうものがもらえるということなんで、こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあいよいよ開幕まであと22日ということになりました、はい、ね、約3週間後に新しいシーズンが始まるんですけれども、はい、皆さんねまた期待あると思いますので、どんどんねチャットの方ねまた今日も送っていただきたいと思います。さあそして今日の天の声さんはどなたでしょうか。ハイタさん天の声です、よろしくお願いします。ちょっと先週の話では、うん、なんかモーリーがなんかモーリーの話だったんですけど、モーリー、あ、グッズ担当の男ですか、ええ、すいませんちょっとあのそう言ってたんですけど、ええ、それ以上によりまた証拠りもなく私が3週連続でやることになりました。いやいやいや、もう全然大丈夫。なんかモーリーなんかこうね、逆に告知しててなんかモーリーになってる誰か分かんなかった。ちょっとモリモリのモーリーで、まあ、モーリーがすいません、多分ちょっとモーリーをね楽しみにされてた方もいらっしゃるかと思うんですけど、モーリー、あ、すいません、これでもね言っときますよ、あの出ますよって言って出なかったら、はい、もしかして感染したのかなって思ってる方がいると思いますけど、はい、言うときます、はい、ここにいますから、なんでそこにおらないといけない、なんでここにいるのにやらへんのかな不思議やな、うん、まあでもね、よろしくお願いします。はい、あ、で早速、はい、スーパーチャットをいただいてまして、ありがとうございます、はい、ございます。松原和夫さんっておっしゃるのかな、はい、でさっきそのチャットとは別でコメントで、我が後輩本日生出演とあったので、今日のゲスト選手のどちらかの先輩なのかなと思って、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、あと早速皆さん、ショップの方、うん、すごく皆さん湧いてらっしゃいます、うん、楽しみとか嬉しいとか、うん、でなんか見てると、うん、靴を欲してる方がすごく多いなっていう、靴を欲してる方が多い、スニーカー早く欲しいですとか、靴が欲しいとか、スニーカー欲しいなとか、みこも今履いてますよ。あ、ちょっと待って、映すの？やだ、ね、え、待って、足を、ちょっと待って、ほらほら、ほら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 、靴下ダサい、すいません、いや、何が恥ずかしいのそれこれでーす、靴下ダサいって言って、靴下右と左に間違えてんやったらそれあかんけど、あったかい靴下履いてたから、なんか出さないやろ、ちょっと、全然いいやんか、思わんかったいや、そんな、いや、もうアイドルはね、はい、いつどこでどう、何を見られてるかわからないですからすいません、今日もあの、もしもリクエストだったらもう一回足元映しますんで言ってください、あったか靴下、さあ、その他には、はい、あとは、あの、たい平さんについて、はいはい、半袖寒そう、半袖かよ、かっこ笑いみたいないやいや、あのね、なんか半袖なんですけど、だから今日はね、長ズボンにしましたんでね、あの、ここあったかいんですよ、あったかい、めっちゃ暖かい、暑いです、そう、これ暑いんですよ、暑いです、僕は全然ですから、今本当にちょうどいいんですよ、うん、元気な男ですから、ここだけ自分はね、あの夏になっておりますんで、うん、さあ、ということでですよ、はい、この後も皆さんよろしくお願いします、うん、お願いします。さあ、どうですかね、もう22日あとシーズン、はい、そうですね、昨日は日本代表が、はい、見事2対0で、はい、あのワールドカップ予選も勝ちましたけれどもね、はいはい、そういう勢いでまたあのサッカーが始まってくるのは嬉しいですよね、そうですね、もう今シーズンはちょっと早めにね、あのワールドカップの影響でシーズンが始まり、うん、そして終わるということで、過密に選手たちチームにとっては辛いけど、はい、我々見る側にとってはね、そうですね、シーズン終わってもワールドカップあって、ね、まあね、本当に楽しい、ね、楽しみですよね、1年を送らせていただけるんですけれども、はい、まあ、あの宮崎キャンプも続いてて、
トレーニングマッチが行われましたけれども、はい、もう皆さんも結果ご存知ですよね、はい、そうですね、はい、45分間を3本やって、はい、鹿島アントラーズと結果がスコアが2対3ということで、これどうですか辻尾さん、これ見てて、まあ、鹿島ある、あの鹿島の力ある相手に対して得点を取れたということはすごく、うん、ポジティブですし、あの杉浦力斗選手が得点取ったっていうのはかなり嬉しいニュースですよね、はい、若い選手が。これはね、杉浦力斗選手の、まあ、映像もそうなんですけども、うん、あのこの写真を見たらなんか一回り大きくなってるような、うん、なんかそんな風に見えましたね。ねえ、はい、あまり負けしないようなそんな頼もしくなってます、はい、杉浦力斗選手が1本目で1点落とし取って3本目には林選手も取ったということで、はい、あの得点をフォワードが取ってるっていうところ、はい、ちょっといいんじゃないですか。そうです、まあ、まだまだコンディション上がってないとは思いますけれども、うんうん、こうやって結果出すことによってやっぱメンタル的なコンディションもどん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 上がっていくと思うので、まあ、フォワードにやっぱ結果出してほしいですよね。いや早く見たいですけれども、まあ、皆さんね、そんな前にまだキャンプを見ることができるんでしょ、はい、今。そうなんですよ、うん、宮崎キャンプの様子はリアルツエーゲンにて絶賛公開中です、はい、なんと月額税込み550円で見放題となっていますので、うん、ぜひご登録の方お願いします。はい、月に550円で見れるということでね、うん、キャンプ情報を皆さんこれ、ね、はい、これを知った上でシーズン見るとより楽しいと思いますんでね、うんうん、ぜひ登録してキャンプの様子を楽しんでください、はい、いやーもうね、うん、ちょっと今からワクワク感が、ね、はい、待ち遠しいですね。そうだからね、あの2月の20日までがマンボウ適用ということで、うん、はい、その1日前が、はい、あの初戦になるじゃないですか、うん、そうですね、これどうなるんですかね、どうなるんですかね、うん、これはやっぱりそのやっぱこっち側からそのビジター席っていうのがどうなるのかっていうのは、うん、そこが今ちょっと皆さんも不安なところじゃないかな、ね、と思うんですよ、はい、いや実は僕も行こうと思ったんですよ、うん、そうなんですか。そうなんですよ、車で、はい、19日なんで20日の日が一応空いてるんで、うん、はい、あののんびりとちょっと帰ってきたいなと思ってて、はい、ただその20日のマンボウでこれがどうなるのかなっていう状況だけちょっと気になるなっていうところなんですけどもね、うんうん、そうですね、じゃあ皆さんも今どういうふうに思ってるのかこちらの方もね、よかったらチャットの方をねお寄せいただきたいと思います、はい、さあ今日も言うときます、はい、お二方ね、この後、はい、リモート出演してくれるということなんですけれども、今日はどなたですか。はい、今日は地元野々市市出身の背番号36番三浦選手と、うん、山形から移籍してきた背番号20番の林選手が出演予定となっています。そうなんですよね、まあ、はい、たくさんねもう皆さんから質問もね受け付けているんですけれども、はい、まだまだ何か聞きたいなということがありましたらね、あのぜひとも、はい、まあ、この時間まだ繋いでませんから、はい、それまでの間にね、あの送っていただければ、はい、天の声さんが、ハイダさんがそれをすぐってくれて、はい、質問を、ね、投げかけてくれると思いますので、はい、今ちなみにでも結構来てますよね。事前にも募集したんですよね。そうですね、うん、はい、うん、ちょっとでも結構来てますよね、はいはい、いやーそっか、どんな感じなんかな、うん、まだ繋がってないということなんで、うん、ちょっと天の声さんにね、皆さんのチャットをちょっと紹介していただきましょうかね、うん、はい、天の声さん、はい、まずですね、先ほどパチガラスさんからもスーパーチャットいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。秋田タウン金沢ベイなら波本くんの出身地に近い靴買いに行こう、うん、また靴、やっぱりみんな靴なんですね。そうなんですね、うん、靴ちょっとどんな靴、ちょっと待って、私ちょっとね、本当にどんな靴でしたっけ、はい、靴もっと前出して横向いて、本当にやばいって、はい、横向いて、いや、何がやばい、何がやばいよ、だからちょっと何にもやばいことないか、やばないよ、ダメ、何にも普通の靴やん、もうどうやん、これ靴やばいとか言われたらね、ちょっとこのこの靴が悪いみたいな感じになっちゃうじゃないですか。あのその靴下で、ええ、その靴下あったかそうだから買いたいです、はい、どこに売ってるの、はい、そんな着てるんですか、いいですね、どこなんやろ、あったかそうな靴下どこかな、予定どこで買ったのか、え、これ、うん、どこでした、忘れました、もうね、はい、じゃあまたあの靴下はまた思い出してください、はい、すいません、さあ、じゃあ後ほど天の声さん、またよろしくお願いします、はいはい、さあ、ということで繋がってますね、はい、それではちょっと皆さん呼びかけますよ、うん、まずは、野々市市出身の背番号36番三浦選手、そして山形から移籍してきました背番号20番の林選手です。どうもこんばんは。こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。
さあまずはお二方にね、今キャンプどんな感じですか、調子の方上がってます？どうですか、ね、そうですね、徐々にいい感じになってると思います。徐々にいい感じになってくる。最初キャンプインした時から比べると、はい、やっぱりいろいろと会話なんかも増えたりとか、もうみんな和気あいあいとなってる感じですかね。そうですね、もう結構僕は個人的にですけど、いろいろ喋ってるんで、ええ、全然いい感じです。いやー、もう溶け込んできてるわけですね。さあそして三浦選手どうですか、はい、地元に戻ってきて、またそのままね、ちょっと地元ではまだいろいろと友達なんかも喋ることもできませんけども、キャンプの状況、はい、今いかがですか。そうですね、まあ、新しあの初めて移籍っていうのもあって、うん、あのまたゼロからのスタートにはなるんですけど、ええ、あのまあ、あのキーパー練習で、うん、あの同じキーパーたちと一緒にあの切磋琢磨しながら、厳しい練習もなんとかこなしています。もうね、はい、それが一番ですよね。いい感じでキャンプをね、はい、そうですね、ずっとこう行ってるということで、うん、キャンプっていつまででしたっけ。なんで黙んのかな。2月の13です。2月の13日まで。林選手分かってなかったね、こっちが。ああ、なるほど。13日までまだちょっとね、半月近くありますから、そうですね、まあ、コンディション、はい、そして怪我には十分注意していただいて、うん、いい開幕を迎えていただきたいと思います。そうですね、はい、さあということで、いろいろと質問が来てるわけなんですけれども、うん、この配信番組、うん、まずはじゃあね、はい、ちょっと辻尾さんの方から何か質問がありましたら、はい、アンバサダーの辻尾と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの三浦選手とは言い違いぐらいじゃないですか、はい、相模原の時は。そうですね、もう少し後に入ったかな。あ、なるほどなるほど、と思いますけど、あの三浦選手、あの相模原のスポンサーの KDS って分かります？はい、あの KDS さんの講演会に入ってくれてるんですけど、今年三浦選手が来たってことで二口入ってくれました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやすごいね、それは。俺言っといてください。はい、ぜひ言っときます。はい、で聞いとる、聞いた。プレーの方はどうですか、今コンディションの方は徐々に上がってきてますか。そうですで、ね、調子の方は徐々に、まあ、キャンプもスタートして徐々に、うん、開幕に向けて仕上がっていると思います。はい、先生、プレーのことなんですけど、はい、まあ、フォワードでもちろん得点っていうことは求められると思うんですけど、特にあのヤンツーさんは守備面かなり厳しく言われると思うんですけど、そのあたり手応えとかどうですか。そうですね、まあ、時間帯もそういう時間も多くなるとは思うんですけど、まあ、でもその中で自分が前線から守備して後ろを助けれるぐらいの気持ちでプレーしようかなと思ってるんで、まあまあこれからだと思うんで、うん、まあ、もっと良くしていきたいなと思います。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。このマスクをしてて喋ってたら今どっちが喋ってるのか分からない。まあ確かにねえ、はい、さあ、ある何か、はい、タツ質問。じゃあ、北陸アイドル部の辰巳みくると言います。こんばんは。こんばんは。ですね、三浦選手は野々市市出身ということなんですけども、うんうん、はい、野々市のいいところとかおすすめスポット教えてください。お、野々市のいいところですか。はい、まあ住みやすい町も結構多分毎年全国規模で、うん、多分上位には入ってるんですけど、はいはい、まあこれ本当なんですけど、うん、まあ自分の家の近く市役所だったり、うんうん、あとはまあスターバックスだったり、はい、あとまあ美味しいパン屋だったり、うん、結構都県内に結構徒歩10分圏内ぐらいに結構全部揃ってるイメージがあって、うん、結構住みやすさは本当にあるのかなって実感してます。この間の住みやすさでも1位になってなかったかな、うん、野々市って。そうですね、でもね、うん、確か1位でしたよ、はい、あ、本当ですか、うん、おしゃれさも石川県の中ではありますし、うん、本当住みやすいところだなって、はい、いいものもたくさんあるしね。そうですね、何でも揃ってますよね、はい、そうそう、うん、じゃあ地元にまたキャンプ終わって帰ってきたらそちらの方また行ったりするんですよね。はい、またキャンプ終わって地元にこっちの石川県に戻ってきたりしたら、その昔通ってたようなそんな美味しいコーヒー屋さんとかパン屋さんも行くんでしょうね。そうですね、ぜひ行きたいですね。ねえ、いや楽しみやな、またすれ違うかも分からへんね、はい、そうですね、俺そこのコーヒー屋さんで平松選手とすれ違ったのよ。去年ね、あのしてるんですね。そうそう、はい、見ます。たまに、うん、見ます。あ、そうですね。金沢に来て、金沢でもう
訪れたとことかありますか？いや、もうキャンプまで時間なかったんで、はい、全然行けてへんっていうところが全てです。あ、そうなんですね。なんか食べたいものとかありますか？食べたいもん、うん、いや、全然何も分かんないんで、これから、はい、そうやね、またゆっくりね、戻ってきてね、はい、はいはいはい、いや、またいろんなところで目撃情報なんかもこの番組には来ると思います、はい、そうですね。さあ、そしてですね、あの質問を、うん、あの募集したところ、はい、あのチームメートからも質問が来てるんですよ。そうですね、たくさん、ちょっとどなたか想像して聞いてくださいね。いいですか？まず背番号20番林選手に質問です、食事の席の質問です。後ろは誰ですか？という質問が来ております。どなたか分かります？え、全然分からへん。分からないですか？ベテラン選手です。あ、僕の、その質問言ってる人ってことですか？そう、はい、その方から質問が来てるんですよ。謎。あ、そういうことですか？チームメイトの方から。え、豊田さん。豊田さん、正解です。豊田さんからそんな質問が来てます。豊田さんか。そうなんですよ、うん、ああ、そして、うん、三浦選手に質問です、はい、これも選手から来てます、うん、はい、石川県のおすすめ1日デートプランを教えてくださいと。誰ですか、こんな質問したの。しかも最後にハートマークも来てますよ。本当に選手からですか？そうなんですよ、選手からなんですよ。まずはじゃあその質問に答えていただいてから、先週をどなたか言いましょうかね。はい、ね、1日のデートプランですか？デートプランおすすめの。いや、いいですよ、そこのコーヒー焼いてパン焼いてっていうのも全然大丈夫ですよ。いや、市役所はいかんけど。市役所にもね、今ね、すすめもできましたからね。そうですね、まあ、自分結構お休みの日とかにカフェ行くこと多いんですけど、はい、のの市結構おしゃれなカフェが多くて、うん、確かに結構まあ自分はそこで結構甘いものも好きなんで、甘いもの一緒に食べたいなと思います。甘いものを、ね、食べたいという、はい、じゃあまたその甘いもののお店をこの方に直接教えてあげてください。いただいたのは背番号17番平松選手です。あ、平松選手、はい、また教えてあげてくださいね。はい、ぜひいろんなお店紹介します。はい、さあ、まあね、選手からもね、その他もいろいろと来ているんですけれども、はい、この番組のチャットでね、はい、ある見ている方々からもいろいろ質問が来てますんで、はい、じゃあここからは天の声さん、ちょっと質問言っていただいてもいいですか？はい、天の声です、よろしくお願いします。お願いします。、はい、お願いします。いただいてる質問でちょっと多いのが、うん、三浦選手に質問ですということで、はいはい、大谷選手と同級生ということですが、うん、何か一緒にプレーしてた当時の印象とか何かエピソードがあればぜひ教えてくださいということです。あ、印象ですか？印象ですと、大谷選手が先に、うん、石川県の選抜の方入ってたんですけど、はい、まあ、彼は、もう飛び級で北信越の選抜に多分5年生の時にもう先に1人だけポンって選抜で入ってて、はいはい、結構すごいデビューでもうやっぱすごい選手だなっていうのは当時ありましたね、うん、あ、でも子どもの頃から、まあ、大谷選手は有名やったわけですね。じゃあそうですね、やっぱり足の速さはずっと小さい頃から、うん、今も変わらず、まあ、今はもっと速いと思うんですけど、ええ、結構その足の速さはずっと多分誰よりも負けてないんじゃないかなって思います、うん、去年1年間ですけどもね、J2 の舞台で戦ってみて金沢の印象っていかがでした？はい、そうですね、結構まあ、金沢の多分チームスタイルでもあると思うんですけど、うん、粘り強いその守備だったり、ええ、あとはまあ最後まで粘り強く戦う姿勢っていうのは、うん、2試合投じて感じましたし、なるほど、はい、まあ今後はね、まあ、うん、
三浦選手もその粘り強さを受け継ぐわけですよ、うん、はい、そうですね、はい、さあその他に天の声さんありますでしょうか。はい、続きまして林選手へ質問ですということで、みんなからどんなあだ名で呼ばれてますか、うん、私は東京リベンジャーズからまさみっちと呼ぼうと思ってます、うん、かっこ笑いということで、なんかチャット見ててもまさみっちっていうコメントが結構多くて、うん、あの実際はどういうふうに呼ばれてますかっていうことらしいんですけど、さあどうでしょうか。そうですね、なんか最初はまさとか、うん、多かったんですけど、もう最近はもうみちとかまさみちとかが多いですね、ええ、あ、まさみちっても呼び捨てが多いんですか。呼び捨て、はい、別に多いです、ね、サポーターがもう独自でまさみちって呼びたいと思ってるんですけども、それに関してはどうですかね。あ、もうそれはお好きにお好きにはい、もう全然何でもまさみちって言って照れたりしません、大丈夫ですか。いや、でもちょっと恥ずかしいですねまあでもこのね、多分呼ばれると思いますんで、はい、まあ、これは慣れるしかないかな。慣れます。はい、よろしくお願いします。さあ、その他には質問ありますか。はい、またちょっと林選手なんですけど、うん、好きな食べ物は何ですか。金沢で何か気になってる食べ物はありますか、うん、ということで質問をいただいてます。食べ物多いですね。うん。パスタ好きなんで、うん、パスタ。めちゃくちゃうまいとこ教えてほしいですね。あ、これはね、イタリアンは結構しのぎ削ってますよ、多いですよ。あ、ね、山形でめちゃめちゃ美味しいパスタあって、もうそれほんま人生1ぐらいのレベルやったんですけど、それ超えてくるとこ出てきてほしいです、ね、いや、あ、なるほど。じゃあもうちょっとパスタ、はい、皆さん分かりました、パスタです、うん、はい、今からね、またちょっとパスタの美味しいお店とかがありましたら、うん、チャットでも募集します、はい、うん、ねえ、はい、これまた後ほど ね、 ね、また見ていただければ分かると思いますし、うん、はい、また戻ってきた時僕もご紹介しますよ。 ありがとうございます、ね、パスタ、ごちそうさまです。ああ、いや、そう、お金払ってそういうことですか、ね、うまいな、うまい、うまいね、うまいですね、まあ、そう、分かりましたとしか言いようがないじゃないですかさあ、その他には、はい、三浦選手にプレーのことで質問です、うん、はい、ということで、攻撃参加も得意と話されてましたが、具体的にはどのような攻撃参加でしょうか。ビルドアップへの参加、うん、パントキックということで、結構専門的というか、専門的ですね、はい、そんなご質問をいただいてます。ゴールキーパーの攻撃参加はどうなのかということですね。はい、はい、まあ、そうですね、まあ、自分もともと小さい頃からゴールキーパーやってたわけじゃなくて、うん、中学1年生の頃まではフィールドプレイヤーでいろんな結構攻撃的な選手だったり、まあ、守備的な選手とかいろんなポジションを経験してまあ、ちょっとゴールキーパー始めたんですけど、途中から、うん、まあ、そのキーパーやるまでのそのフィールドプレイヤーのその経験を生かしたその足元の技術で、うん、まあ、後ろからのボールつないだりとか、あとはなるべく前のゴールに直結するようなパスを1本で届けたりとか、うん、まあ、そういったところで多分、うん、積極的にボールを触りたいっていうのがありますね、自分的には。なるほど、積極的に攻撃に参加するゴールキーパーいいじゃないですか、はい、うん、そしてなんかレイチェルさんっていう方が36番のユニフォーム買いましたとチャット来ましたよ、はい、あ、本当ですか、ええ、ありがとうございます。やっぱりお二方自分の番号気になりますよね、皆さんがねスタジアム来てくれるのに。そうですね、やっぱりユニフォームその自分の番号あるととても嬉しいなと思いますし、ええ、本当にありがたいっていう気持ちでいっぱいですね。林選手どうですか、背番号20番来て応援に来てほしい。そうですね、やっぱその人のためにも頑張らなあかんなっていうのもあるんで、うん、ええ、ぜひ20番よろしくお願いします。20番よろしくお願いします、うん、はい、頑張らなあかんなっていう表現出身、うん、関西弁全然抜けませんということで、ね、抜けてないですね。先日のアントラーズの試合で得点取られてましたけども、うん、どんな形からの得点だったのか、ちょっと言葉で言うことって可能ですかね。まあ言語化得意じゃないんですけど頑張ります。はい、お願いします。まあね、ハヤトが大谷くんが、うん、ちょっと真ん中あたりでボールもらってターンしたところを、まあ、僕はセンターバックとセンターバックの間を
抜けて縦パススルーパス受けてそのままキーパー1対1になって決めたって感じですかね、うん、落ち着いてキーパーと1対1って簡単そうに見えてちょっと ね、 そうですね難しいと思うんですけども、ねはい、じゃあもうイメージは完全にできてるわけですね。そうですね、はい、頼もしい、うん、もう僕ら本当にねサポーター含めてねあの関係者はもうあの早く開幕してほしいっていう、はい、早く見たいなっていうのもうずうずしてるわけですよ、うん、でも皆さんも今日なんかもうすんごい量の質問が来てるわけなんですよ、うんはい、もうちょっとだけお付き合いいただいていいですか、はい、最後の質問になりますかね。じゃあ分かりました。じゃあ一つだけ質問をお願いして最後にちょっと行きましょうか。はい、そうですね、じゃあ最後の質問ということで、はい、あのまあ、今あの声出してね応援できない中ではあるんですけれども、うん、あのもし、まあ、声出し応援ができるようになったらっていうところで、うん、あのそれぞれ自分のちゃんとにしてほしい好きな曲はありますか、うん、ということで、はい、ご質問いただいてます。ちょっと今難しいなっていう顔をしましたね、2方ともね。まあじゃあどうしましょうかね。まずじゃあ三浦選手からいきますか。そうですね、まあちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、でも特にちょっと、まあ、ちゃんとを作っていただければもう全然何でも嬉しいですし、うんうん、ぜひこれがあればっていうのがあれば本当にもうお任せですね。じゃあね、はい、お任せで。そうですね、僕も一緒で、まあ、あるだけで嬉しいんでお任せでお願いします。もう林選手は東京リベンジャーズのあのヒゲダンの曲にしますか。そうですね、あんま見てへんすけど。わかりました。今なかなかねちょっと答えにくい質問もあったと思いますけれども、はい、それでは最後にあの今年の意気込みを二方お一人ずつ聞かせていただけますか。そうですね、やっぱ僕自身フォワードっていうポジションなんで二桁っていうところは最低でも行きたいなっていうところは思ってるんで、うん、まあ、それをしながらチームが勝って上の順位に行けるように1年間頑張っていきたいなと思います。はい、頑張ってください。もう期待しておりますので。さあそして三浦選手お願いします。はい、まあ、杖源金沢 の、まああの特色であるその粘り強い守備をするためにはやっぱり一番後ろでゴールキーパーが体を張る場面が多くなると思うので、まあ、そこでしっかり自分が体を張ってチームを救ってあのチームの勝利につなげることがあの今年の多分成績にもつながると思うんで、うん、まずはそこであのしっかりとコンディション仕上げてあのいいパフォーマンスできるように頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあお二方本当にちょっとね疲れたところねお時間ね割いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃこの後13日までキャンプまた頑張ってください、はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。いやいいですね、はい、ナイスガイですね、本当にね、はい、まあいろいろと皆さんもね、はい、あのチャットで質問の方をいただきましたけれども、はい、あの天の声さんめちゃくちゃすごかったですね、質問の量が、うん、すごい、いやすごいたくさんいただきましたし、はい、パスタのお店もたくさんコメントに上がってきてます。 おすすめのお店とかが、これまたねちょっと、うん、林選手これ見てほしいですね。そうですね、こういう風な店どうですかっていうのもたくさんいただいてますんで、本当、うん、金沢市内だけじゃなくて津幡とか輪島とか、うん、いろんな県内各地の美味しいパスタ屋さんを皆さん紹介してください。行きたい、行きたい、行きたい。僕らもこれ参考にさせていただきます。はい、すいません、ありがとうございました。さあそしてですね、はい、来週なんですけれどもリモートは、はい、お休みとさせていただきまして、はい、また再来週リモート出演予定しておりますので、うん、こちらの方を楽しんでいただきたいと思います、はい、再来週の出演者予定を言っときますか。はい、言っときます、はい、だ内緒にしときます、はい、言います。 MD、はい、まずお一方が MD、はい、松本大輔選手、はい、そしていよいよTY? いよいよ。いよいよ。TY? はい。来、はい、ますね、はい。豊田洋平選手、この二方予定となっておりますので、はい、また皆さんね、質問の方、これ来週違いますからね、はい、再来週になりますからね、またあの近くになりましたら質問の方を寄せいただきたいと思います。はい、以上、選手生出演。今日はですね、三浦元明選手、そして林正道選手でした。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは次のコーナー行っちゃいましょうかね、はい、次のコーナーはこのコーナー、
水芸フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川。さあ今日はどなたかな。はい、今日は U14 の選手たちが受講した世の中かの様子をお届けします。おうおう、世の中かっては何なんでしょう、うんうん、まずは映像ありますので見てみましょう。どうぞ。プロを目指す競技家としてサッカーとこれがどのくらい気づいてるのかというきっかけをする。そしてまず一番、今日はクラブの経営、ゼーゲン金沢がどういうクラブ経営をしているかっていうのをかんあのみんなで、話しながら、世の中を知りましょう。今日のゴール、J クラブの経営について知るっていうところです。クラブが払わなきゃいけないです。ちなみにこの胸スポンサー J2 でどれぐらいのここだいたいいくら払ってる。みんながクラブを経営してます。次の紙2枚目、クラブの社長になったつもりで収入増やす作戦、支出を減らす作戦を5分で自分で考えてみてください。減らす作戦、どうやった。奥村風磨です。練習です。そう、クラブっていうのはいろいろなサポートや関わりがあってできているし、そう、自分もいろんな人のサポートがあってサッカーができているので、そこをしっかり感謝していきたいと思います。自分たちも J クラブの株組織にいる中で、そこにスポンサーの人たちがいるおかげで自分たちもやっていけるってことを知れてよかったです。ツレゲンナウをご覧の皆様、アカデミー一郎頑張るので応援よろしくお願いします。そう、世の中か、はい、うん、これは、はい、こちらはですね、世の中かというのはサッカーを通して世の中を知るという目的で実施されている J リーグのアカデミー育成プロジェクトです、うんうん、全4回でなんと第1回目は J リーグに関わるお金について合宿集したそうなんですよ、はいはいはい、そして試合運営にはどんなお金が関わっているのか、うんうん、J クラブの収入を増やす方法、支出を減らす方法などを考えたということです。あのこれ学校で絶対教えてくれないと無理やもんね。そう、 そうですね、逆に言ったら子どもたちも新鮮で楽しいかもわかんないですよ ね、うん、そうですね。これはいいことですね。めちゃくちゃいいですね。世の中かのかっていうのは理科のかのことね、うん、漢字で書くとね、はい、クラブの仕組みを勉強するわけなんや、はい、これ通常さん見ててどうですか。いや、めちゃくちゃいい取り組みだと思いますし、うんうん、まあ、もちろんプロになることは大事ですけれども、うん、まあ、その後とか慣れなかったあの子たちの育成というのはすごく大事なので、ええ、まあ、こういう機会を通じていろいろ知るってことは、はい、いいんじゃないですかね。なんかこう、まあ、勉学学んでそういう風な学問を知るっていうのも、うん、まあ、もちろん必要かもわかりませんけど、はい、この世の中の仕組みとか知るっていうのは、うん、絶対いいことだと思いますね。いいことやってますね。いいですね、これは。俺も習いたい、うん、もう本当に、うん、なんか、はい、まだ世の中のこと知らないもん。いやいや、そんなことないですよ。まあでもプロの選手にもいろんなことが求められている時代になってますし、はい、特に最近で言うと当たり前って言われてたものが当たり前じゃなくなってきてるんですよ。そうですね、野球界で大谷翔平という選手が出てきてからというものはね、はい、二刀流っていうものが憧れっていうのが出てくるじゃないですか、はい、だからそうなってくると職業も二刀流でいけるん違うかっていう、はい、ちょっと思いあるんですよ、僕も、はい、芸人やってますけど芸人一本ってちょっとリスクが高いなと思って、はい、そろそろ二刀流何かないかなと思って。何するんですか。いや、それまだ模索中なんですけどね。楽しみですね、それも。今回いろいろそういうことも考えていきたいと思いますけれども、はい、まあ、辻上さんどうなんですか。現役の時にもこんなこと考えたりとかっていうのは。現役の時は学んだりっていうのはあんまりなかった、そういう機会があんまりなかったですね、まあ、基本的に自分でこう情報を仕入れるってことはしてましたけど、うん、まあ、こういう機会をこう学ぶことによってまたサッカーにも生きると思いますし、うん、そうですね、はい、素晴らしい取り組みだと思いますね。あとやっぱり物も大切にするようになりますよね、うん、そうですね。でやっぱこういうところに生かしてもらってるっていう親へのありがたさみたいなのも出てくるし、はい、お金を例えば稼ぐのにどれだけの労力があってどういうことをするのかまで知ってくると、うん、はい、
ね、無駄遣いなんかも減ってくるかも分かりませんしね。はい、ねうんはい、そうですね。学びたいね。学びたいですね。学びたいな、本当にね。はい、さあということで第3回目、はい、4回目のこの世の中化は、うんまあ、コロナの影響で延期になったということらしいんですけれども、うんうんまあ、このご時世ですもんね、はいはいまあ、延期ということでまだ中止ではございません、はい、やってほしいな、うん、またあの受講できるようになったら皆さん一生懸命ちょっと頑張って、はい、これ頑張ってっていうか皆さん興味持つと思うから自然と頭に入るでしょうね、うんうん、さあ以上税源フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。さあ次行っちゃいますよ、はいはい、続いて次はインフォメーションですね。はい、ではまずインフォメーション一つ目です、はい、今年も J リーグマスコット総選挙が開催されています。 J リーグ全体のマスコットが参加してるやつでしょ、うん、はい、そうです。制限いろいろ出てましたけど今回は、はい、今年は2年ぶり6回目となる源蔵くんが挑戦しています。去年はですね、ナンシーちゃんが出て38位、ええ、その前は源蔵くんが出て26位だったんですよ。なるほど、じゃあ、はい、ということは源蔵は、うん、まあちょっと少しでも上を目指していくっていうことですよね。はい、そうですね。その、ね、投票っていうのは我々のこの投票っていうのがやっぱ関わってきますね、うん、はい、投票方法は3つありまして、うん、まず1つ目が J リーグ公式ツイッターの投票対象ツイートをリツイートすることです。はいはい、こちら1人1回まで、1人1回までね。はい、うん、そして2つ目が J リーグ公式 LINE のトーク画面で現像と送信してください。あ、なるほどなるほど、はい、そして3つ目 J リーグ公式アプリクラブ J リーグで現像を選択、うん、そしていうことですね。はいはいはい、はい、そしてあの 2番目と3番目の投票方法は毎日1回投票できるということですね。なるほど、 J リーグ公式 LINE のトーク画面で現像と送信するのは毎日1回できるし、はい、毎日、はい、J リーグ公式アプリの、クラブ J リーグで現像を選択するのも1日1回いけるということですね、うん、はい、そうなんですよ。ぜひとも皆さんね、はい、朝起きたらまずこれで目覚ましました、はい、そうですね、現像って言ってた、はい、現在なんと現像くん44位です。ちょっと低めですね。ちょっとガクッときてますけども、え、全体で何位まででしたっけ？ 52、3ですね、のうちの44位ということは、はい、ちょっと現像もうちょっと頑張ろうか。54ですか、54番中今44位ということですから、うん、もうちょっと上に上がりたいね。そうですね。これは皆さんの力が必要です。はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。さあ、続いていきましょう。はい、続いてインフォメーション2つ目です。ダゾーンの年間視聴パスが絶賛販売中となっています。はい、まあ、ダゾーンって言うたらね、もう130以上のスポーツがね、年間1万試合以上も見られるんですけどもね。はい、年間、こちらの年間視聴パスだと価格もお得になり、はい、購入金額の一部が制限の強化費にもなるんですよ。そう、ここね、強化費になるっていうところを皆さんぜひともね、うん、注目してもらいたいんですけれども、はい、まあ、今あの、うん、月額プランの人も年間視聴プランに変更できるわけですか？はい、簡単にできます。こちら、うんうん、移行の方法は YouTube にもアップしています、うん、不安だなって思われた方はそちらもぜひ参考にしてみてください。はい、参考にしてください。はい、申し込みは税源金沢のオンラインショップからもできるそうですので、はい、詳細はホームページこちらの方皆さん確認してみてください。はい、そしてオンラインでの申し込みが不安だよっていう方は、うん、5日と6日、2月の5日と6日ですね、100万ボルトの金沢本店で対面受付も実施していますので、100万ボルト金沢本店までお越しください。はい、そしてちなみに年間視聴パスは数に限りがありますので、お早めにお申し込みお願いします。数に限りあるんですね。はい、これ早めにぜひともよろしくお願いします。うん、お願いします。さあ、今日その他にもありますか？はい、もう一つあります。うん、オープニングでもお知らせしましたが、有料ファンメディアリアルツエーゲンでは宮崎キャンプの様子など見放題となっています。こちらです。あ、こちらね。はい、登録してたくさん動画ぜひ見てください。だってこれ500円、無税金で550円で見放題ですよ。うん、そうですね、退屈しないですよね。この今のこの映像、これが動くわけですからね。そうですね。ぜひとも皆さん登録の方よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでこの後いよいよエンディングということですけれども、はい、今日も45分待ちましたね。もうあっという間でしたね。あっという間ですね。先週の質問とかももちろんありますし、うんうん、はい、まあ言っても今日はね、あの2月の5日から、うん、2月の20日まで、はい、もうねオープンするという、はい、こちらですよ。出ますかね、映像が、ね、もう一度ね、皆さんにちょっとこうね、うん、言っておきましょうか。はい、ヒュンメルとウェイツの、うん、コラボショップです、コンセプトショップ、はい、2月の5日から2月の20日まで、はい、オープンということでね、ぜひとも皆さん
いろんなもう正義の選手が着てるような、うん、そんな品なおしゃれなものがありますから、うん、これも売ってるんですよ、はい、これもめっちゃ可愛いですよ、これも足元靴も売ってんじゃん、これこれも売ってますよね、ちょっと足元大丈夫、前に前に前に大丈夫です、大丈夫です、この靴下どこで買ったの、これちょっと分かんないんですよ、結構年季が入ってます、ちょっとカメラちょっと本当にいいです、これあもうはい、これ写してください、これ可愛いんで、ほらほら、しかも帽子、ほらごまかしてるで、中が水色なんですよ、帽子の中が、足です、あー結構あったかそうやったよ、はい、あったかそうでしたね、なんです、うん、はい、なんかやっぱ足冷えるタイプ、はい、冷え性、ね、冷え性でね、いやあったかどこで買ったん、いや、わかんないんですよ書いてないからではぜひとも皆さんね、はい、2月の5日から2月の20日までお近くに、うん、ね、寄られた際は、うん、ぜひともお立ち寄りいただきたいと思います、はい、さあね、はい、やっぱ先週話聞くとやっぱいいですね、そうですね、もっともっと本当に時間があれば聞きたいですしね、うん、皆さんの質問なんかも投げかけたいんですけれどもね、はい、さあ天の声さんもう一度呼んでみますかね、天の声さん今ね、ずっと喋ってますね、はい、打ち合わせ中でしたね、声が届きましたかね、はいはい、はい、天の声ですよ、大丈夫ですか、大丈夫ですよ、エンディングに入ったんでね、皆さんのチャットをね、うん、ちょっとご紹介いただこうかなと思いまして、はいはい、大丈夫ですよ、はい、いきます、まずホリケンさんからスーパーチャットをいただいてます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、今日もお疲れ様でした、うん、林選手、三浦選手のお話も良かったです、ね、コロナ感染が広がってますが皆さん気をつけて無事開幕を迎えられますように、うん、ということで、そうですよね、はい、ありがとうございます、うん、であとちょっと質問が1件ありまして、はい、しコラボショップに関して、うん、はい、ページ拝見したのですが、スニーカーに選手のサイン入れられるんですか、これはコンセプトショップ限定なのでしょうか、ということで、サイン入ったのあったよね、さっき松田選手さんがね、はい、今ですね確認をしたところ、ショップで試し履きをして、うん、で購入自体はオンラインショップの方で購入された方、うん、でそこに、ご希望の選手を入力する欄があるということで、うん、そんな感じです、いいですね、めちゃくちゃいいですね、これいいじゃないですか、逆に履けなくなるね、確かに飾ってきますよね、それね、ちなみに直筆ではないんですけども、うん、なんかその選手のそのサインをちゃんとこう、うん、プリントしたというか刻印した、はい、形になってます、それサインをモーリーが真似して書くとかないんですよね、そんなもったことしません、さすがのモーリーも、モーリーモリモリで、さあ、そしてあれそうなんですか、来週はそのコンセプトショップから生中継ということで、2月4日になりますかね、1日前ですから、うん、あら、これ誰が行くのですよね、やっぱりね、楽しそう、グッズ担当の女が行ってるということで、はい、うん、これ質問受付とかもありなんですか、もちろんちょっと今その場でちょっといろいろ見せてくださいとかっていうのももちろんありですか、質問受付もありだそうです、グッズ担当の女が行くということはグッズ担当の男も行くわけですよね、そうです、本人分かってませんね、今ね本人来週の行動分かってませんね、そうです、ね、はい、なので自然と来週も私が天の声です、ごめんなさい、そういうことですね、はい、分かりました、あ、さあその他にはどうでしょう、はい、またスーパーチャットをいただいてまして、今日もありがとうございましたということで、ゆうきちさん、あ、はい、うん、はい、からいただいております、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、あとは今日のチャット欄は、本当に後半からパスタの話がすごく盛り上がっててもう皆さん本当にいろんなお店をおすすめしてくださってるので、まあ、出演時の皆様後からぜひごゆっくり見ていただければいいかなと思います、ね、はい、あとアカデミー生のところの世の中かのところでは、うん、本当太平さんのコメントと同じく、ええ、学校では教えてくれないお金の話とてもいいですね、うん、っていう話ですとか、うん、そうそう、はい、やっぱクラブ経営についての勉強とか、うん、そういうのを選手の立場でも意識すること大事なんですねっていうことで、うん、はい、はい、そういったコメントをいただいておりますね、うん、はい、はい、そんなとちょっとごめんなさい、ね、本当にパスタの印象が強すぎて、はい、楽しみあったよ、逆になんかバスで皆さんいただいたやつをちょっとまとめて書いて林選手に、はい、こうです、ね、渡してあげるのがいいかもね、はい、そうですね、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、さあ、そしてですね、先ほども言いましたけれども、はい、来週は選手の生出演はお休みとなっております、うん、その分ね、コンセプトショップからの生中継ということになります、はいはい、再来週の2月11日の配信では、はい、
松本大輔選手、はい、MD と豊田選手が出演予定となっておりますので、はい、またね、あの2月の11日ですが、はい、10日とかぐらいにね、はい、そうですね、11日ぐらいにまた質問の方を寄せいただきたいと思います、はい、さあ、喋り残したことはもうないですか？はい、大丈夫です、大丈夫ですか？大丈夫です、はい、お腹すぎましたね、すきました、そうなんですよ、喉も乾きましたね、乾きました、で、この後は僕はあのね、そこでなんで、はい、そこでも普通でも飲んで寝れるということで、ね、最高ですね、はい、じゃあ、はい、皆さん、来週もまたこの時間お会いしましょう、はい、どうも今日もありがとうございました、さようなら。